はい、非常に、まあ、苦しい、状況の中、選手たちが、まあ、我慢しながら今日40分どう戦うかっていうところで、前半なんとかこう食らいついていくことができたんですけど、3クォーターのところで、まあ、突き放されてしまって、そこから勝負にならなかったっていうところなんですけど、まあ、前回、秋田で、やったとき2クォーターの5分、からもうゲームにならないようなこう離され方をして、今日20分戦えたっていうところで、どうやってこれを40分戦えるように持っていけるのかっていうのをもうそこにフォーカスして、明日もう一度チャレンジしていと思います。以上です。はい、ありがとうございます。ご質問あればいくつかお聞きしたいと思います。では、まず下介新聞です。下介新聞の湯田と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。3クォーター、4クォーターで、15得点に抑えられてしまいましたけれども、改めてブレックスのディフェンスの変わった部分、そして受けた印象、そしてそれをどう打開しようとしたか、それを教えていただければと思います。そうですね、やっぱりディフェンスの印象、ディフェンスの印象というか、まずやっぱり大きいのが竹内選手、やっぱり彼がすごく安定感があることで、層の厚みが全く違うというところが一つ非常に大きいなと思っていて、逆にまあ僕ら今回非常にしんどい中で、まあ、ベンチプレーヤーたちがどうステップアップするかというところで、そういう差が出たのかなと思いますし、やっぱり層の厚さというのは、すごく感じますし、本当に硬い、ディフェンスだったのかなと。逆に僕たちもディフェンスを頑張らなきゃいけないなっていう風に思います。ここでやった1戦目の時は北が本当に守備で粘り勝ちというような、試合内容だったと思うんですけれども、はい、そこのこうイメージを持ったまま、持ったままというか、まあ、そのイメージはこう今後生かしていくのか、それともその当時とは全く違うという気持ちで最後の今年最後の4戦目に臨むのか、改めて意気込みをお願いします。もちろんあの時あの勝った試合っていうのはあのイメージにはもちろん残ってるんですけど、そこからやっぱブレックスさんが積み上げてきたもの、そして今これだけ勝ちの流れを作ってるっていうところに対して、まあ、自分たちがその1試合目勝った勝ち方っていうのは同じ勝ち方もできない、ただやっぱりディフェンスできないというのと、やっぱり我慢できないとなんか軽く打って、簡単に決めさせてくれるチームではないので、なのでそういうこう我慢勝負ができないと、今僕たちのこのまあロスターで特にあの怪我人がいて、出れない選手がいる中で戦うってなった時には、やっぱり我慢強さっていうのは必要なのかなと。ありがとうございます。はい、三笠さん。三笠スポーツの沢田と申します。はい、三笠さんです。三笠様です。まあ、ワイルドカードの望みっていうのは完全に立たれてないと思います。まあ今後の戦いとか、どういう気持ちで戦いくのかっていうところを教えていただけますか。そうですね、まあ、状況としてはかなり厳しい状況っていうのはあの理解しているんですけど、あの、まあ、ただどのチームもそこに向かってやっている中で、まあ、まずやっぱり自分たちのスタイルだったり強みっていうのを出しながら、一試合一試合どれだけファイトできるかっていう、もうところだけに集中するしかないのかなと思います。はい、はい、他になければ以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。